んにちは。こんにちは。レーザートーニングの治療10回お受けいただいたんですけれども、はい、まだここの色味が気になるとかっていうところございますでしょうか。やっぱりこのシミ、このシミはちょっと気になります。はい、例えばでおシミの部分だけにピンポイントでお当てするレーザーもお用意がございますので、はい、もしよろしければ一度医師の診察を受けていただいて、はい、そのレーザーが適用かどうか診察をお受けいただいてもいいかなと思うんですけど、はい、いかがしましょうか。ぜひお願いします。ルビーレーザーというレーザーになりまして、テープを貼るタイプのレーザーをお受けになったことがあるとおっしゃってたと思うんですけど、はい、おそらく同じようなタイプのレーザーかなと思います。はい、そういう意味ございます。ルビーレーザーも終わった後お薬をつけていただいて、テープ1、2週間ぐらい貼っていただくようなタイプのレーザーもありますので、今一度、はい、医師の診察をご案内させていただきますね。はい、お願いします。こんにちは、水野です。はい、よろしくお願いします。まあ、トーニング結構やってこられて、まあ、ちょっと残ってるシミがあるという形ですよね。はい、ちょっと見させてもらいます。これとこれですよね。はい、うん、ちょっと一緒に鏡で見ていただいて、はい、まっていただいて、で、まあ、こういうふうにね、こうポツッポツッと、まあ、シマみたいに大きく出てくるのは、はい、まあ昔の日焼けによるシミ、まあ、紫外線によるダメージのシミって形になりますね。はい、でレーザートーニングでこれをね、まあ、薄くはなると思うんだけど、続けていけばね、はい、あの消すっていうのはなかなか難しいと思うので、はい、あのピンポイントでもシミ取りしちゃった方が早いと思うんですね。はい、であのうちにはこのルビーレーザーっていうね、あのすごいシミ取りにいいレーザーがあるので、はい、それでまあ今日取らせてもらってっていう形でやっていくのが OK だと思います。はい、であのただあのこの治療っていうのはあのレーザートーニングみたいにこうダウンタイムがないものじゃなくて、術後あの10日から2週間後に1回ちょっと状態を見させてもらいたいんですけど、その時まではちょっと絆創膏のテープをね貼っといていただくっていう形の治療になりますので、そこの都合だけは大丈夫ですかね。なんか大事な予定があったりとか大丈夫ですよね。はい、じゃあそういう形でやっていく形で、で、あの一回見させてもらう時までにここの部分レーザーを入れると、ちょっとこうね黒い薄い皮みたいなかさぶたができます。はい、でそのかさぶたがこうペロッと剥がれてシミがなくなっていくって感じになると思いますので、はい、まあ、あの10日から2週間後一回見させてもらえればね、あのお化粧とかはもうそこの部分もできるようになるとは思うんですけれども、はい、それまでの間はちょっとテープだけしっかり貼っといていただくって感じになりますので、はい、そこだけちょっとお願いしますね。はい、わかりました。どうかな、なんかやるにあたって心配なこととかは大丈夫ですか。大丈夫です。はい、うん、ね、あのレーザー出るときちょっとパチンと弾かれる感じがあるので、はい、あの氷で冷やしながらやれば痛みだいぶ少なくできると思いますので、はい、ちょっとやるときだけちょっと頑張っていただくという形になりますけど、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最初ちょっと消毒をねしていきます。右の方法からいきますね。ちょっとひんやりしますよ、こちらね。すいません。じゃあ次にですね、氷を当てて、冷やしていきますので、ちょっとこちら冷たくなりますね。すいません。でレーザーが出ると目を閉じてても目の前でねこう赤いフラッシュがパッと光るような感じがしますね。はい、あと輪ゴムで弾かれるようなちょっとパチンとした衝撃と結構大きい音があります。はい、初めねちょっとびっくりされる方もいるんですが、最初少し頑張ってくださいね。はい、はい、じゃあ一度レーザーを当てていきますね。一度当てます。弾かれますよ。はい、こんな感じですか。はい、痛みは大丈夫です。大丈夫そうですかね。ちょっと頑張ってください。じゃあ冷やしながら2回ぐらいずつレーザー当てていきますね。まーす。はい、パチンパチンですけどね。はい、はい、
それでね、右の方は終わりですね。はい、どうですか、大丈夫？はい、大丈夫です。大きいんでね、ショット数はちょっと多くはなるんですけどね。でもね、結構しっかり反応してるので綺麗に撮れると思いますよ。はい、じゃあ今度左の方ですね、少しこうですね、またね、氷を当てて冷やしていきますね。すいません、冷たくなります。じゃあこちらまず一度当てますのでね、はい、大丈夫そうですかね。はい、うん、じゃあ続けますね。はい、大丈夫ですかね。はい、うん、レザーはね、当て終わりましたのでね、ちょっとじゃあ道具に戻っちゃいますね。はい、すみません、よろしいですね。すみません、じゃあ待っていただいて、まず最初にやった方がこちらですね。はい、こうちょっと茶色っぽく浮いたような感じになってますね。はい、で2回目にやった方がこちらですね。まだこう白っぽくね、白くなってる感じです。はい、こちらの最初にやった方も白く浮いたような感じに最初になってました。ただ時間が経つとすぐこっちもね、茶色っぽく浮いたような感じに色がすぐ変わっていきます。はい、でもうちょっとね、色が濃くなるっていうか、まあ、黒っぽい、本当に薄いんですけれども、はい、薄い皮みたいなかさぶたができて、はい、そのかさぶたが剥がれてシミがなくなっていくっていうね、経過を取ると思いますのでね。はい、あとね、今ちょっとジーンとしてきてると思うんですけれども、はい、ジーンとした感じは大体1時間ぐらいあるとね、落ち着いてくると思いますので、ちゃんと看護婦さんにテープの方をだけお願いしますので、はい、ちょっとやり方しっかり見ててくださいね。はい、ありがとうございました。うん、お願いします。ではお薬をつけしますね。はい、上からテープをお付けします。はい、一度目を開けていただいて、お目元気持ち悪い感じはございませんか？はい、大丈夫です。はい、では反対側もシールをお付けします。失礼します。こちらで終了になります。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。本日ルビーレーザーをお受けいただきましたが、お受けになっている間、お痛みとかどんな感じでしたか？一番最初だけ痛い、びっくり、音にびっくり、パチパチンが。でもこっちはすごい、あ、痛いなって思ったんですけど、こっちおもしみの方が大きかったからもっと痛いのかなと思ったら、全然もう全然痛くなくてっていう、痛みに慣れたのか大丈夫でした。そうですね、やっぱり全く OK になるのが初めての治療なので、やっぱりどんな感じなのかっていう、こう怖さ的なものもあるので、最初はちょっとびっくりされる感じがあったかと思うんですけど、はい、あとはそのお顔の部分によっても痛みの感じ方ってこう若干変わってきますので、右側の方、お痛みがちょっと強かった方はお目元近くになりますので、
まあ、どうしてもこう皮膚が薄かったりすると、はい、まあ、骨張ってたりするとどうしても痛みちょっと感じやすかったりしたのもあると思います、はい、左側はちょっと頬の皮膚の厚いところになりますので、はい、痛みが楽なのもその差も少しあるかなと思います、はいはい、ただすごくいい反応をしてましたので、はい、綺麗に食べてくれるといいなと思います、はいはい。今レーザーの照射終わって10分ぐらい経過してますが、はい、終わった直後の痛みと今の痛み変化はございますか？変化っていうか痛みに慣れたのかよ。でもジーンってきてます、はい、そうですね、ちょっとジンジンするような、うん、すごく痛いわけではないですけどね、うん、ちょっとじわじわくるような痛さ少しあるかと思うんですけど、はいはい、時間とともにお痛みはなくなってきますのでご安心いただければ大丈夫です、はい。何かご質問とかございますでしょうか？このちょっとジーンってしてるからお風呂を今夜はどうなのかなが心配です。そうですね、テープを貼った状態であればお顔を濡らしていただいたりは大丈夫なんですけど、どうしてもちょっと今日大きいおしみを取らせていただいてますので、はい、その分熱が加わっているところが広くなりますのでシャワー程度でしたら全然大丈夫です、はい、湯船に浸かるとちょっとこう熱で体が温まると少しこう痛みがぶり返してしまうと良くないので、はい、じゃあ今日はシャワーだけにしていただけるといいかなと思います。はい、わかりました。その他何かご心配なことはございませんか？あとは顔が洗ってもいいのかなっていうのは不安ジンジンしてるから、はい、はい、全然大丈夫です。お痛み本当に数時間ぐらいで、あれ今日レーザー当てたのかなぐらい忘れちゃうぐらいの痛みは全く、はい、なくなってきます、はい。で、ご洗顔とかお化粧水とかに関しても、テープの上からでしたらメイクしていただいても可能ですので、はい、はい、全部スキンケアはしていただいて大丈夫です。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、あとは大丈夫ですか？あと大丈夫です。はい。では次回また診察に来ていただいたときに、次はそのレーザーが終わった後ですね、おしみの具合がどんな状態になっているか、また先生と診察をしていただいて、はい、今日レーザーを当てした部分を拝見させていただこうかと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。